赤色で示された、ブロンクスとマンハッタンの間を流れる川ハーレム川は、アメリカ合衆国、ニューヨーク市にある、船舶航行の可能な海峡である。ハドソン川とイースト川の間の8マイルズにわたり、行政区であるマンハッタンとブロンクスを分断する。ハーレム川の現在のコースの一部は、スパイテンダイビル川である。旧コースの少し南にあり、川のブロンクス川に、 マンハッタンの飛び地が存在する。ハーレム川には7つの旋回橋、3つの昇回橋、および4つのアーチ橋がかかっており、55フィート未満の船高の船なら航行可能である。しかし、5フィート以上の間隔を必要とするボートはスパイテンダイビル橋の旋回を望んでいる。一方、ハーレム川の他のすべての可動橋は少なくとも24フィートの間隔がある。 したがって5から24フィートの船舶は1本の橋の旋回が必要となる。他の橋では19世紀後半固定橋や低い橋が回収されている。近年、可動橋のテストオープンの数が圧倒的に増加した。川の高校に対して料金は課せられない。ハイブリッジは クロトン水道を通すために1837年から1848年にかけて建設され、ニューヨーク市で現存する最も古い橋である。ハーレム川を横断する3本の橋、ハイブリッジ、アレクサンダー・ハミルトン橋、ワシントン橋。この写真は北側から撮られており、左はマンハッタンのワシントンハイツ、右はブロンクスであるニューヨーク市交通局は、 橋が全て営業していることを保証するため、あらゆる努力をしているが、そのうちの多数が、いつも修理中であり、外部の契約者は、橋の開通の責任を負っている。また、橋のデッキの多くは、真夏日には時々、熱膨張により開閉できなくなる。ハーレムリバードライブとハーレムリバーグリーンウェイは、川の右岸に沿って走っており、メトロノース鉄道ハーレム線とメジャーガン。 エクスプレスウェイは砂岸を走る。C、ロックの後ろに、ヘンリー・ハドソン橋とスパイテンダイビル橋が見える、ハーレム川は、マンハッタン島とブロンクスを隔てる狭い海峡として、ハドソン加工システムの一部となっている。およそ18000年前、ローレンタイド表彰が、今日のハドソン川となる、大きな絶壁を残し、大陸を横切って北へ交代した。約六千年前には、 ハドソン川が岩盤の上に堆積物を残し、古代の大西洋に注いだ。これはハドソン川川口の形成につながり、海水と真水が混ざるハーレム川が誕生した。ハーレム川には水源も加工もなく、実際には川という名は正しくない。川は二つの大きな河川を接続しており、ハドソン川から流れ、 東125丁目とランドールズ島との間でイースト川となる。したがってハーレム川は海や地区の川の影響を受ける。潮の満ち引きはハーレム川の流れを変動させている。また、潮は沈泥汚染物質の拡散にも影響がある。さらに水路の北部では流れが航行を困難にさせ小型船や 経験の積んだ乗組員がいる船のみ通行が許可されている。川は7マイルの長さがあり、大きく右曲している。川のルートや貸しの地形は、商業や不動産の流入を促進し、自然の地形を破壊することに余念がないエンジニア、計画者、政治家、実業家のデザインを反映している。湖岸障壁、森土、運河などはすべて現在のように変更された。 川の機能やアクセスについての検査は、改築の役割についての理解を得ている。ありがとうございます。